どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらメリディスをリーダーで使って遊んでいこうと思います。はい、この新フェス限キャラのメリディスなんですが、スキブニコにそして25ターン変身のキャラとなっております。このキャラの強いポイント、新しいポイントとしては、リーダースキルにですね、光属性にバインド耐性を付与というね、リーダースキルが増えております。これによって、まあ事実上ね、このバインド耐性付与を持っているキャラがバインド持つわけがないんで、まあ実質覚醒自重枠になるんですよ。そう、バインド耐性持ってないキャラたちはこのおかげで実質的にバインド耐性含めた10個分の覚醒がつくということで、例えばメリディスだと25ターン変身のスキブ2個持ちで変身すると、バインド耐性、封印指延長プラス回復努力を2つ、10強3つ、杖2つと、そう、実質的に覚醒が10枠になります。それプラス武器もつけれるということで、もうなんかとんでもないぶっ壊れリーダースキルですね、このバインド耐性付与っていうのは。で、スキルもですね、1ターン指とサブの攻撃力が2倍、1ターンランダムルーレット1個生成が2ターンとなっております。はい。なので、まあ、こちらのね、スキル自体もかなり強いです。はい。まあ、ラフィーニャの、4ターンエンハンスが1ターンになってるって感じですね。指サブの攻撃力2倍、ルーレット1個生成が2ターンで、1ターンで打てます。はい。で、リーダースキル、光4個消しダメージを半減、攻撃力が22倍、3コンボ加算、光属性にバインド耐性を付与、HP が 1.8 倍です。まあ、HP1.8 倍半減あるんでね、耐久も最低限はありますし、火力も22倍に3コンも加算、何より光属性にバインド耐性付与がメインですね。まあ、ただ弱点としてメリディス追い打ちがないので、リダフレで組む場合は追い打ちをね、必ずサブに積んであげるか、まあ、もしね、他のキャラと組み合わせる場合に関しては固定追い打ち持ちのキャラをね、使ってあげるのが、まあ、メタになってくるかなと思います。まあ、ちょっと余談なんですけど、まあ、今回のアップデートでね、蜘蛛捜索家耐性潜在っていうものが増えまして、で、まあ、それが、追い打ちを組むとね、捜索家と蜘蛛を5ターン解除できるっていう潜在なんですけど、まあ、はっきり言って、これを使ってほしいのかもしれないんですよ、運営さん的には。ただ僕が思うのは、多分、メリディスメリディスで組んだとて、この潜在はあまりいらないんじゃないかってぐらいに正直弱いです。なので、まあ、なかなかね、結局メリディスをそういう使い方させようとしてもね、なかなかそう使う人はいないでしょうということで、今日はデータなど組み合わせ使っていきます。はい。ということで、編成紹介していきます。まずはメリディスです。リダチェン耐性に、ファガン武器、継承です。そして、レオナです。スキルブーストプラスに、毒目覚め耐性。そして、5連ガチドラ武器、継承です。そして、ゴンです。お邪魔目覚め耐性に、クルセダ武器、継承です。そして、コットン、スキルブーストプラス、上限解放遅延2つ。そして、ヘビのイースターエク、継承です。はい。そして、アテナ、10強に、キスナイドロップ、回復。そして、4連ガチドラ、継承。最後、フレンドです。デイトナに、属性吸収無効貫通。そして、アマテラス、狼武器、継承って感じになっております。今日はこちらの編成を使って、裏木工場で遊んでいこうと思います。はい。メリディスのこの最強リーダースキル、スキル覚醒と、デイトナを組み合わせてね、無双していこうと思います。ということで、実際に使っていきましょうって言って、いつもカット入るんですけど、まあ、裏木工場なんで、このまま行かせていただきます。はい。まあ、正直言ってね、この編成めちゃめちゃ強いですね。デイトナ自体の、このなんて言うんだろう、ちょっと周回寄りな性能っていうところを、メリディスが攻略性能に寄らせてくれるので、かなり安定感あります。弱点としては、リダフェレの耐久力の低さですかね。今やっぱ HP2 倍半減ぐらいは最低でも欲しいなっていう環境になりつつあるので、ちょっとそこがね、ちょっとそこが残念かなって感じではある。さあ、まずはアテナ打って、ゴン打ちます。そして、1コンボで耐久していきましょう。で、メリディス変身します。はい。で、デイトナ変身します。で、また1コンボ繰り返してあげて、耐久です。はい、残り1になったら5連ガチャダラ打ってあげて、耐久です。はい、光4消し含みながら耐久していきましょう。で、この後ですね、メリディス変身します。必ず右側ターゲットしておくと、発狂食らなくて済むんで安心ですね。はい、メリディス打ってあげて、光の4消しでもう1ターン耐久します。こことかもね、メリディスはすぐにスキル貯まるんで、例えば毒を消してあげたりとか、それこそ回復を作ったりとか、いろんな使い道がありますね、メリディスのスキルには。わかりやすく言うと強いってことですね。はい。ここもしっかりと光の4消ししていきます。まあ、ちなみに毒とか完全無視して、光4消ししてあげれば大丈夫です。はい。で、これでこのままデイトナ変身していきましょう。あとはデイトナ変身して、盤面全部ね、消してあげて突破していきます。はい、これで11コンボ組んであげて、落ちコン含めて13コンボ。さあ、このまま突破していきましょう。OK、ここからね、メリディスとデイトナのループが始まります。で、デイトナの場合はね、いつも通りの光回復生成って感じなんだけど、メリディスちょっと新しい感じなんで、まあ紹介していきます。とりあえずここゴン打ってあげて、指延長、回帰力、エンハンス。
でメリディスってあげてルーレット生成していきます。でね、このメリディスのいいところとしてはルーレットなんで、やっぱり盤面を確定で作り出せるところがめちゃめちゃ強いです。例えばまあこの演出だとね、水の 2way とか闇の 2way とか組みたいじゃないですか。そういう時に絶対に組めるんですよ、言うならこの編成って。組めない状況っていうのがもうほぼありえなくて、操作時間も24分になりますし、しかもサブの攻撃力も2倍になってルーレットもできるんで、このようにですね、パーティー全体の火力で殴り合うことができます。で、デイトナの場合って、例えば水は消しちゃうし、火も消しちゃうってことで、どうしても火力とか限られちゃうんですよね。そう、もう仕方ないけどね、そればっかりは。だから、そういう点でこのメリディスっていうのはめちゃめちゃ強いです。で、こっからね、裏木工場に限った話ではあるんですけど、裏木工場ってルーレットめちゃくちゃうざいんですね、本当に。正直、ルーレット対策しておかないとなかなかクリアするのが難しくなるダンジョンではあるんですね。そう。なので、このメリディスのルーレットっていうのは、発動した時点で敵の害悪なルーレット全部消せるので、裏木工場とかにおいてはメリディスやっぱりめっちゃ強いですね。多次元とかの場合って、ルーレット対策、まあなくても何とかなるんで、無理に対策する必要ないんですけど、やっぱりそういう点でね、この編成自体はかなり強いですね。で、例えばこういう場所で、光十字、まあ、デイトナがね、今回、超暗闇解除なんで、光十字組みたいですなった時に、やっぱデイトナだけだとね、なかなか組めないことも多いと思うんですが、はい、こんな感じで、メリディスを使ってあげると、余裕で超暗闇を解除できます。はい、さらに水の 2way 組んで、絆ドロップ回復、そして、このように火力でぶん殴っていくことができるわけですね。まあ、なのでメリディスのスキルはめちゃめちゃ強いと言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、でここも耐久できますので、このままデイトナ打ってあげて2way で殴っていきます。はい、これで光の 2way3 つ組んであげて、属性吸収無効は入ってないんですが、落ち込んで入りましたね。このまま突破していきましょう。さあ続きまして4階層です。4階層はレオナ打ってあげて覚醒無効回復していきます。はい、ちなみに属性吸収無効対策はね、デイトナが持ってるんで安心してください。でここでレオナ打ってあげて覚醒無効回復で、こことかもルーレット来なかったですけど、ルーレット来た場合に関してはメリディスですぐに返すことができます。メリディスがめっちゃ強いんですよ。さあここもちょっと一旦水の 2way でも含みながら殴っていきますか。はい、光の 2way と水の 2way 含みながら、あと回復力に関してはね、今はレオナ打ってるんで、もちろん平積みでも回復追いつくんですが、基本的に回復4化粧してあげると安定感ありますね。ちょっとまあ今ぐらい降ってくればね、全然回復3化粧とかでもいいんですけど、回復4化粧してあげるとめちゃ強いです。でここから溜まり次第クルサダブキね打ってほしいんですが、まあ今回溜まってないんでこのままいきましょう。デイトナ打ってあげてエンハンスで殴っていきます。さあこれで、あ、ちなみにデイトナのエンハンス火力は 2.8 倍ですね。はい、デイトナの場合はやっぱりね、光とキーだけですね、火力出せるとしたら、まあ、ゴンが普通に乾燥してることに関してはノーコメントでいきます。はい、でここもしっかりと 2way で殴ります。マジでさ、まあ今回の動画の趣旨とは違うからあれだけどさ、普通にこの編成に帰ってこの編成に入ってこの火力出してるゴン結構やばいよな。いくら10強3つ持ちとはいえども、言うてゴンやばい。どんだけ軽く出てるんだろうね、このキャラ。で、6階層です。6階層に関してなんだけど、遅延食らっちゃって、デイトナと、メリディスのスキルが打てなくなります。なので、代わりにコットン継承の闇ラビリル武器打ってあげて、ダメージ吸収属性吸収無効、かつ、しっかりとルーレットで殴っていけるって感じになります。万が一、このね、ラビリル武器をね、他の属性吸収、ダメージ吸収無効で代用する場合は、ここでのスキル管理を意識する必要があります。はい、じゃあこんな感じで、まずは 2way 組みまくって消せない回復を解除しながら13コンボでまずは全部削っていけない。おお、まずいまずい、めちゃくちゃまずいね、これめちゃくちゃまずいやん。さあという感じで倒していきます。で7階層ですね。7階層に関してはこのまま2パンしていきます。はい、まあ一発目特にスキル打つ必要ないですが、まあ一応クルセイダーでも打っておいてね、このまま殴っていきましょう。さあこれで光の 2way 含む全力コンボです。14コンボ13コンボですね、13コンボ組んであげて、まずは半分まで削り、はい、
そしてこいつの攻撃自体はめちゃくちゃ簡単に耐えれるので普通に耐久してあげて、スキル打つ必要も無理ないんですけど、まあ一応デイトナ打っておきましょう。デイトナ打って2ウェイで倒していきます。はい、多分火力的にはね、もうここら辺はめちゃくちゃ楽勝なんで、軽く2ウェイ組んで適当に倒していきましょう。 OK。 さあ続きまして8階層です。ここは初手アテナ打ちます。で遅延入れてあげてゆっくり倒していけば OK です。回帰力検証食らっちゃうんでね、4ターンかけて倒していきましょう。さあここもメリディス打ってあげて彼の2ウェイで削っていきます。さあこれで光と水と木のなんか火力でもうとにかく倒します。はい、これで半分いくだろ。おい、意外といかねえじゃねえか。これでもう一発つっても、これで3分の1ぐらいいってるんで全然倒せそう。え、楽勝そう。はい、あとはこのまま倒していきます。やはり回復入れてから倒しましょう。はい、これで闇の2ウェイと光の2ウェイ1個だけ入れてあげて15コンボですね。これでコットンは30億超えないんでいい感じに倒せると思います。はい、このままお位置で倒していきましょう。さあ続きまして9階層です。アンドロメダですね。なんでいいかな、ここは一旦次の階層でどっち打ちたいかって言われたら、どっちでもいいな。デイトナ打ちましょう。一応次の階層で、バルディンが来ることを想定して、まあメリディス残しておきます。はい。ルーレット便利なんでね。ああいうキャラの場合は。とりあえずここはワンパン確定です。OK。ちなみにこの遠征、イルムはね、絶対ワンパンできないと思う。だからちょっとイルムは控えめにします。お前かい。お前はどっちでもいいよ。これで、水光の 2way 火力全部入れたってね。15コンボです。デイトのエンハンスがないからこそ、ここはできる限りの全力コンボで、OK、倒していきましょう。さあ、続きまして、11階層です。グランディーす。グランディーはコットンの火力なんだけど、ちょっと待って。何が起きてるこれ。コットン火力なんですけど、あれどうしちゃったのかな、これどういうこと、これどういうこと、何にどうすればいい。22億、痛い。いけ、メリディス、メリディスのターンや。エグでいい。あいつウェイ、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 全部ツーウェイにしたろ。まだ行くで。あいつウェイ。まだ行きます。ラス1。オッケー。じゃあな、グランディス。あ、まあ、じゃあなってわけでもないけども。光のツーウェイ、3セット。俺は絶対行けますね。はい、行けなかったらおかしい。絶対に行ける。42億。さあ、まずこれで半分。よし、オッケーオッケー。デイトナ打ちましょう。あ、ルーレットも作ってくれましたね。良心的なキャラや。いいキャラ。じゃあ、お言葉に甘えて、ツーウェイちょっと多めに組んで。はい、さすがにね、ツーウェイ2個組むとデイトナエンハンスで絶対倒しきれますので、さあ、このまま突破していきます。オッケー。さあ、続きまして12階層です。メタドローンは4消しをしてあげることで消せない回復していきます。アテナが持ってるんでね、水光ご両手で組んでいきましょう。さあ、これでまず水で消せない回復してあげて、のがいいな。光1セットでいけそうだけどな、全然。なのでちょっと闇のウェイとか組んでおきましょうか、ちょっとでも火力上がるように。さあ、これで水光の2ウェイ組みまくって、しっかり消せない回復してあげて、かつ14コンボです。どんぐらい、
おお、ナイス半分だけど、果たしてこれ倒しきれるのか。なんかめっちゃ微妙だな、これ。これね、個人的には倒しきれない可能性もあると思うんだけど。てか倒しきれねえだろ、これどう考えても。おい、1ターン控えめいくぞ、控えめ。いや、待って、闇のウェイはまずい。これでいいわ。1ターン控えめ12コンボぐらい、これ。OK。控えといて、控えさせていただきます。からのメリディスで突破やね。うん、これは絶対いける、今度逆に。なぜかというと、闇のツウェイの火力が入るから、なんなら水のツウェイの火力も、木の火力も入れて、光が半減食らっちゃってるんで、ちょっと光以外の火力でガッツリ削っていきます。闇のツウェイもう一個欲しいな。これでいいや。おっ。あ、回復消してないのまずくないですか？回復、全回復までいけ、まずいまずいまずい、ちょっと回復してないのまずい、頼む頼む、ちょっとだけやん、いやちょっとだけやん、もう頼む、125、いや125がボーダーなはず。あー、こっちは大丈夫だ。あぶねー、あぶねー、ここ先制あるんでね、闇の方はね、注意してください。13階層です。はい、ここに関してはメリディス打ちたいんですけど、おい、メリディスちゃうくてデイトナ溜まっとるやないかい。別にデイトナで1ターンで対策できるんでね、デイトナで組んでいきましょう。いきやす。どうせ場面は悪いんでね、ちょうどいいっすわ、都合は。さあ、これで。いいですね。なんだかんだ盤面14コンボで。落ち込む、素晴らしい !19 コンボまで伸びます。素晴らしすぎるだろ、これ。半分？え、素晴らしすぎん、ちょっとさすがに。半分じゃあコットン打ちます。ただ、ニルボークはコットン抜かして、メリディスでも対処できるんですけど、そうなんですよ。ここでコットンを使うとね、15階層がちょっとめんどくさくなっちゃうんで、なので、ここはあえてメリディスでいきましょう。あえてメリディス。相手のメリディス。相手ですよ。ういうい。うい。これ注意したのが先ね、回復組みます。あえて。あえてよ。はい。邪魔や。おい、おい、おい、おい。さあ、これで光の 2way2 セット含む11コンボです。どうだ？どうだ？ OK、完璧。さあ、このままデイトナからのクルセイダー武器打ってあげて、またしても軽減ループは継続。そして、かつ倒していきます。いけるよね。いけるけど。絶対いけるよ。絶対にいける。だってデイトナとメリディスは21億の周りだから火力入るんだもん。ナイス、これで倒していきます。ます。さあ、続きまして14階層。ゴルゲウスは、レオナ溜まっちゃってる。ま、ついこれ。あ、いや、1ターン目ちょっと普通に行くわ。本来レオナで、わかります？レオナで回復力上げて、で、その後アテナで遅延の流れなんですけど、アシスト溜まっちゃってる。まあ、でも負けるわけじゃないし、いいかな。一旦初手はこれで。で、耐久して、うん。ここで5連月だろ、打ちましょうか、じゃあ。まあ、とりあえずここはね、適当に。入れ試していきます。あー、間違えた、耐久していきます。じゃあここもね、またしても勝った、ユーコルザお願いします。さあ、ということで耐久も終わりですね。アテナ使って耐久していきます。じゃあここでメリディス打ってあげてからのクルセダ武器で軽減を張り直します。そしてワンパンしていきましょう。いきます。ここは絶対ワンパンしたい。あ、でも言うてこいつ発狂ないんで大丈夫ですけどね。どうしよう、発狂実は増えてますよ、だったら。待てよ、これ。微妙な感じだな、なんか。これでいいや。回復恩返し優先します。回復したいんで。で、こんな感じで、メリディスとレオナの回復で、回復恩返しで十分全回復まで持っていきます。うん、大丈夫、大丈夫。発狂ないから。で、デイトナのシス溜まってるのも大丈夫です、別に。デイトナ打ってあげて、このまま倒していきましょう。ケイトのアシストが溜まってる？大丈夫だけど、どういうこと？さあ、これで。
光の 2way、 水の 2way、 そしておまけのゴンカンスト。おい、ゴンがおまけで乾燥するのずるいってマジで。副属性も14億。ゴン何してる、ほんまに。ゴン何してる、この編成において。どんだけ強いんやこのキャラ。なんだ、なんなんだこのキャラは。なんだな。15階層です。コットン打てるんで初手えぐいって。どうしよう。コットンアシスト溜まっちゃったな。しかもちょうど今溜まったんじゃないか。タイミング的にはちょうど今溜まった感じするけど、コットン残してた意味よ。一応次の階層でね、ダメージ吸収、属性吸収無効で使いはするんで、全くいらないわけじゃないですけど、まあいらないっすね。ダメージ無効貫通で使いたかった、普通に。コットンの火力がね、無駄になっちゃうんですよね。コットン打たないと。自分自身の火力を無駄にしちゃうんで、これもったいないんですけど。ここもデイトナ打ってあげて、殴っていきます。まあ、だからあれやね。コットンの無効貫入ってないときは、多分、光の1コンボ。あ、2ウェイは1セットの方がいいかも。あ、そうですね。そうですね。そういう防御素晴らしい、本当に。この通り。さすがユーコル。この通りだわ。で、ここでメリディス打ちましょう。おい、若干やん、スクラってるって。とりあえず火が消せないのうざいんで、全部回復していきましょう。10ターン?こんなの余裕です。うん、ただ問題はさ、これさ、光が、これ全部光にするか、それか。これでよくね?ゴンさん、お願いします。ゴンも当たり前のように軽く出してもらって。さあ、これで、どうだ?コットンならいけんじゃないか?ゴンいけ!ナイス!はい、もうほぼゴンの火力ですね、実質的に。嘘です。まあでもコットンがやっぱ強いですね。これで倒していきます。さあ、続きまして、ボース。おい、来い!なんか、いやでも来てほしくはないけど来い。いや、来てほしいのか?わかんない。まあ、来たらめんどくさい。よっ!コットン!さすがです、コットンさん!コットンの溜まっちゃってたアシスト使ってダメージ吸収無効、毒性吸収無効発動。これのおかげで、なんと、右側のね、光吸収を完璧に対策することができると。素晴らしい。と言わざるを得ない。さあ、これで光の445です。あ、この正直メリディスのルーレットが一番エグいけどね。あ。上書きしちゃってた。あ、しかもちげえ。今のメリディスのルーレットじゃねえ。あっかん、まずい。これはまずい。ほんまにまずい。すいませんでした。いや、まあ、ラビリルのルーレットも強いけど、それとほぼ同じ効果を持ってるメリディスはもっと強いですね。はい。これはもう誰も文句言えん。よし。これで光445で、いや、こっちが本物ですよ。メリディスのルーレット、さらにエンハンスね。エンハが強いんやから、一番。ほら。これでサクッと削っていきます。おい、どっち復活してんねん。ここでアテナ打ちましょうか。はい。で、属性吸収無効が消えるまで適当に殴っていきますが、もうすでに1回両側同時に倒しちゃってるんで、必ず軽減は貼りましょう。軽減貼らないと確か死ぬはず。なんだっけ、20万ダメージくらいだっけ。そんな高くないんだけど、あるんだよね、ダメージが。あれ?まさかない、攻撃しないのもありがたくあれですけど。来てこないじゃん、優しいこいつ。あ、そっか、両側残ってたらしてこないのか。あ、多分そうだ。で、これ多分まだ倒しちゃダメだ。うん、これ多分ね、ここまだしてきません。で、右側倒した瞬間ね、してきます。読めた、全部読めた、お前の行動。こいつね、多分ね、タッチ悪いからね、右側倒した瞬間ね、攻撃してくるよ。これで、まあ、一旦とりあえず右側倒しましょう。予想だとこの瞬間にこのヘキサゼンは生き生きして殴ってくると思うんだよね。 OK、
ほら殴ってきやがった。タッチ悪いなこのキャラ。でも OK、 これで奇跡の共鳴も消えたんで、さあ次は真ん中ですね。真ん中削り切っていきます。はい、ここもしっかりとメリディスの火力、デイトナの火力、そしてコットン、アテナ、ゴンの火力ですねを使ってしっかりと半分以下まで削っていきます。半分以下じゃない、半分、あ違う、はい、倒していきます。さあ続きましてボス、となんか溜まってるんですけど、ずっと、ね、本当にずっと溜まってる。と半分時にアテナ打ちたいんですけど、とりあえずこれ打ちますね。はい、コットン打ちますね。ロック解除でで殴っていきましょう。どっち打とうかな、タンクでもいいけど、せっかくならメリディス打ちましょうか。はい、で、さあこれで光と闇の 2way で、まあ、削っていきます。アテナが溜まり直すタイミングで半分以下に持っていけばいいだけなんで、まあ、てか普通にそれだったら毎ターン全力コンボしてていけると思います、余裕で。そもそもね、ヘキサゼオン硬すぎるんですよね、本当に。ブラキ工場のヘキサゼオンってめちゃくちゃ硬いんで、まあでも毎ターン全力コンボでいいと思います。アテナ溜め直しつつ殴っていく感じでいきましょう。プレセダー武器だけは打ち合わせれないように注意ね。はい、15コンボです。これでまた削り、うん、やっぱいいですね。じゃあここでクルセダー打ちます。メリディス打ちます。さあまたここもしっかりと2ウェイ入れていきましょう。これで光4、闇4、木の4、水の4、火の3、14コンボ、15コンボ、16コンボ、ここもがっつりとサブの火力で殴っていきます。でゴンのスキルはまだ打てません、残念ながら。打ちたいけどね、まだ我慢。ここでゴンのスキル打つと、まあ、ちなみに負けます。でゴンのスキルってはっきり言うと弱いんですよ。弱いんですけど、特定の条件下においては本当にこのキャラ強くて、もうそれがラストのもう最後一発のみなんですよ、このスキルの強いところって。道中とかで打ったらね、5ターンスキル使用負荷、回復力が激減、 HP1 になるとかっつってね、もう最弱なんですけど、ボンはね本当に最後一発だけは強いんじゃない、ここしか使い道のないスキルなんで。まあ地味にはこういう風にクルセダループとかできるの強いんですけどね、全然。クルセダ上に乗せたらね、クルセダループで使えるんで、ここは普通に強いところで終わるんですけど。はい、15コンボ、16コンボ、17コンボ、18コンボ、19コンボ、ここまで火力乗せて、半分ギリ行きましたね。さあ、で、発狂攻撃ですね。ここはクルセダの軽減でしっかり耐久、そしてアテナで回復。そして、デイトナでもう一発殴っていきます。ああこれで、はい、闇消すないとかはね、覚醒無効とかはアテナのおかげでね回復できてるし、もしくはまあレオナでも問題ありません。でこのまままた殴り、さあということでラストはねメリディス打ってレオナ打ってゴンで突破していきます。さあということで今回はですね、新フェス限のメリディスを使って裏木工場の攻略でした。おいゴン強すぎやろお前、全部終わらしたやん。なんかゴンが主役みたいになってませんこれ、完全に。ゴン強ゴンが主役やん、もうほぼ。何やったんやろ今の。ということで今日はですね、ゴンを使ってじゃないですね、はい、メルディスを使って裏木工場で遊んでみる動画でした。デイトナって結構なんだろう、周回寄りの性能感強かったと思うんですけど、メルディスと組み合わせると一気に攻略によりますね。なんかどうしてもデイトナってね、その変換しかないんで、対策力、対応力とか下がりがちじゃないですか。ね、欠損したら終わりとか。で、メリディスはそれに対して、火力はデイトナより少し落ちるんですけど、サブのエンハンス乗せれますし。で、何よりデイトナメリディスってね、火力がめちゃくちゃ高いんで、そんなね、エンハンいらないですからね。で、かつ、ルーレットのおかげで好き勝手火力を出せるので、
かなり安定感も増えて強くなってるかなと思います。何よりバインド大聖フルのおかげでね、メレディス・テイトナともにバインド対策する必要もないですからね、かなり優秀な新フェスゲンなんじゃないかなと思います。まあぜひね、この新フェスゲン弾けた人はね、使ってみてください。ということで今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。